昨日寝落ちして充電せずに寝ちゃったから。ありがとうございます、ね、気づいたら寝てた。動画確認しようと思ったのに、はあ、明日ですね。お、サッカー勝った。やった、よかった。強い。昨日から唇が乾燥してもうて。会社して横浜で待ち合わせで、そうですね。ですね。今日はお寝坊さんじゃないんで、今日はちゃんと40分から配信ゆうくなったからセーフなんだよ。あ、違うわ。私41分とかから始めました。すいません。そうだ。絶対30分に起きれないと思ったから40分からにした。ね、コケユータン、すいません、40分にして、そうでした。いや、よかった。昨日の私の判断は正しかった。絶対30分に起きれなかった。わかる。こっちの目、今までずっと奥二重っぽくなってたけど、なんか多分むくんで二重が広くなってる気がするんだけど。俺は38分から正座待機してた。え、ごめん、ちょっと待って、くしゃみ。もう最近授業中寝ないようにこうやって授業聞いてる。あの、眉毛カッて上げて、確かに待って、めっちゃ幅違う。でも幅広い方が漏れるからいいや、こっちの方がいい。授業中に寝たこと、がっつり寝たことはないです。意識が飛んだことはあります。なんかこう聞いてて、うわーってなったけど、こうやって、またこうやって、こうやって、こうやって、こうやって授業聞いて、絶対先生怖いよね、ユアの顔見て。なんだ、高島なんかめっちゃなんか目カピラリとなんか睨んでくんのか、あいつって。めっちゃ、ね、こんな顔された。
勉強今できてない。普通に寝るの遅かっただけだと。あと昨日はあのちょっと待って、昨日は普通にあのもうなんか何が何だか分かんなくなって、もうなんかこんがらって、うわやばいやばいってこう立ち位置を見ながら、やばいやばいやばいってなってる時に、曲中にあの萌えさんがこう微笑みかけてくださったんですよ、私に。こうやって私にというか、まあ私がはい、こうやってなんかニコってしてくださって、泣きましたよね。もう曲中に、あー危ない、曲言いそうになった、危ない危ない危ない。萌さんが笑ってくれたって思って、もうなんかもうなんていうんですか、曲についてくのに必死すぎて、もうなんていうんですか、もう余裕がなくて、余裕なさすぎて、こうやばいってなりながらやってる時の、あの萌さんの笑顔の安心感、本当にありがとうございます。私はい、ありがとうございます。はい、俺のもんちゃんに手を出さない、もうあなた誰欲しい、本当に私の萌さんでもある、本当に、ああさすがプロだって思いましたね。本当にすごい、萌さん大好き。すごい、本名ですか。私高島優愛って言うんですよ。しかも私高島隆とか言ってるんですよ。すごい超名前似てる。あ、スラマッパギ高島、スラマッパギ。他のも覚えたいんだけどな。なんかスマイルは有料でした。先輩から呼び捨てされることはある。でも結構私ちゃん付けが多いけど、あるかな。基本ゆあちゃんか、まっポギさんとかはたかしと言ってくれる。ユアはあんまないかも。たまにあるのかな。僕たけし、待って、じゃあ本当にお名前フルネームですか、高島さん。私も高島って言うんですよ。いや、安藤さん一回だけで高島って言うんでくれたの、多分ゆあちゃんだと。すごくない？皆さんなんかスタッフさんの名前なんでわかるの？すごくない？他のスタッフさんもわかるの？あ、この方は何々さんだなみたいな。原ちゃんはたかし、そうだね、たかしですね。いや、最近あゆさんのことはハラちゃんって言っちゃう、なんか。ゆあちゃんって言ってくれないの？たかしの。あ、社長だってなるの？やっぱりなるんだ。あ、社長だって思いながらお見送り帰ってらっしゃるんですか。面白い。社長わか、あ、でも社長わかるのか。社長は、あれですもんね、なんか顔
してる。アナちゃんなんだよね。アナちゃんがイワのこと。私はアナさん、アナさんがアナさんって言ってる。アナさんイワのことタカシって言う。ねえ、かぼちゃプリン美味しそうだった。食べたい。ね、まだアナさんで、逆に逆にアナさんよ、なんか逆にね、多分これからもアナさんだよ。え、多分一瞬アンナちゃんとかアンナになったんだよ、一回だけ。ママみたいなマネージャーさんのママが気になる。あ、待って、あの方ですよね、わかりますよ、はい。あ面白い、そうなんだ。今度聞いてみたらいいんじゃないですか。お名前って何さんって言うんですか。あ、何何ですって言ってくれると思いますよ、多分。言ってくれそうじゃないですか。面白い。ちょっとアンナさん呼びでいてほしかったりします。ああ、多分そうですよ。あれ、そこで態度してたかった。あ、やっぱそうですよね、はい。あの方は最初は高島さん呼びだったんだけど、最近岩ちゃん呼びになってくださって、なんかちょっと嬉しいって感じ。すごいね、面白いね、スタッフさん分かるのすごいわ、本当に。おはようございます。毎朝配信してるんですか。はい、毎朝配信してます。夜もやりたいけど、なかなか中学生なもんで配信時間の制限が。夜も配信したい。でも8時までだと本当にもうなんか、ちょっと待って、イケメンのマネージャーさん。そうなんだ、面白い。イケメンのマネージャーさんって呼ばれてるんだ、面白い。どうしよう、面白い。そうなんだ、受ける。ご身長のイケメンさんなんで伝わるんだ、すごい。いや、皆さんよく見てらっしゃいますね。まあ、わかんないですよ、好みの問題かもしれないですけど、わからないですけどもそうなんだ、面白い。へえ、センター分けですね。たまにセンター分けから、何だっけ、最初、そうですね、最初センター分け、なんか一時期マッシュになって、また最近センター分けになって、え、そうですよ、そうそうそう、センター分けじゃあ皆さんはセンター分けが好きなのかな。いや、何の髪型が好きかな。でもガチな話、朝、毎朝早く起きて配信してるたかしを尊敬してる。え、嬉しい、ありがとうございます。1分遅れてごめんね、ごめん、本当に本当にごめん。確かに高校生になったら、ね、スタッフさんの名前気になってる人たくさんいますよって伝えておいて、え、いいですね、言っときます。いや、僕大丈夫ですって言われそう。いや、僕はちょっと大丈夫です、はいはいって言われそう、こういう感じ。あ、今日220日か。え、何、サッカーあるの、サッカーボールあるの、これって、初めて見た。へえ、ありがとうございます。え、すごい、知らなかった。え、季節のやつ、スポーツデーってこと、違うかな。
確かにマネージャーさんも名札つけたらいいかも。そしたらさ、なんかトラブルあった時にさ、何々さ、なんか僕の束なくなっちゃいましたとか言って聞けるのにね。あら、だから大好きなの、たかし頑張ってる姿。あら嬉しい、ありがとうございます。なんかしれっと告白されちゃった。お下着何色ですかって聞いてみた。漆黒ですとか言われそう。ちょっと待って待って、嘘。あ、この目で私が授業中にしてる目。あ、まあ、ずっとこうやってるわけじゃないけど。やばい、寝るって思ったらこうやって開いて。一回背中ふーって開くとまた起きれますよ。あ、サッカーありがとう。私が可愛くて仕方ないです、ありがとうございます。すごい、サッカーしたいな。ブスティ終わったらまた落ち着くかな。そう、バク転も見てくれました。だいぶ進歩したんですよ、あれ褒められて。チャットに、そう、昨日やっと、ずっとさ、一昨日ぐらいから載せるって言ってたのにさ、気づいたら10時過ぎちゃってるの。ね、すごい、やった、ありがとう。明日の髪型、ひみこ様。ねえ待って、もしかしてさ、メールの名前健坊さん？違う？嘘、違うかな、ごめん、違ったら健坊さんか、同一人物かな。そう、もうちょっとで一人でできるけど、一人怖いなぐらい。だんだん先生の補助をちっちゃくしてもらってみたいな感じに してるよみたいな感じ。今週は行けなかったから、まあ、来週身長高い高橋がボケてはすごいと思う。やっぱり高いとなんか怖いですよね。わかんないけど、私的にはそう、年齢ちっちゃい時にできてたらもっと怖くなかったのかなとは思ってる。身長もあるのか、ある、あるのかな、わかんない。そうなんだ、知らなかった。頑張る。見てくださいね、私いつかわからないけど、もしかして劇場で登場してくるとき爆戦してるかもしれないですよ、卒業コンサートとかで。うわー、トトトンポーって歌い始める。心の羽、そっからあ、そうでした、ちょっと待って、7時になっちゃった。ダダダダダダ、渡り鳥大好き、本当に渡り鳥好き、いい曲。あ、セカンド感想、あ、確かにセカンド感想でバク転を外さないですね。ハンドスプリングしてバク転して、忙しい、本当に。待って、今何落としたんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。明日の朝配信は多分朝になると思う。夜は多分無理だから、朝ですね、朝だと思います。朝で、そうですね、13日も朝で、
5時かな。何で集合なんだろう、わかんない。そうですね、寝坊したら終わりだよ。配信できる時間、多分とか言って、多分頑張れば、あ、起きれば、ほら5時集合なら多分ない。でデートって星になるんだ。ちょっと待って、面白い。それで待ち合わせだから、そうだね、そう、マジでそう、前回も。いや、よかった。私最近目がまた変わってたんですよ。ちょっと幅広がるとアイシャドウ見やすくなって、ちょっといい気がする。どっちの方がいいかなと思って、目の開きが大きくなるのは幅が狭い時だけど、どっちだかって。快速乗らない気をつけいつまでいじられるんだろう、本当にそろそろ泣いちゃうよ僕いつまでいじられるの。ちょっと待って、そうだそうだ、ちょっと男女見せますよね。移動するとき誰なの、誰だろう、誰かだもん。アンナさんとハラちゃんとか、これやっぱり、いや、ハラちゃんって言った、アイさんじゃなくて、一時期アイさんだったのにハラちゃんになってる最近。永遠にいじる、かわいそうに一生言うんだろうな。はい、じゃあ断念見させていただきます。いきます。13位ケロちゃんさん、ありがとうございます。12位なほこちゃん、あ、12位 You are love you are なほこちゃん、ありがとうございます。11位 RC さん、ありがとうございます。お、10位ケータンとユータンカレー甘口、ありがとうございます。私は甘口好きなんで、ありがとうございます。気が合います。9位 MS さん、ありがとうございます。ちょっと待ってください。いきます。はい、8位ほっぺさん、ありがとうございます。ほっぺってほっぺかな、ありがとうございます。7位ひでじじさん、ありがとうございます。6位高島飛びたかしさん、ありがとうございます。もう誰か分かんなくなっちゃってるよこれ、私かなみたいな。5位よしさん、ありがとうございます。4位なっち0617さん、ありがとうございます。3位テケ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 、じゃん、ミミレイパパさん、ありがとうございます。2位テケ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 、じゃん、ミニさん、ありがとうございます。1位はテケ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 、じゃん、おじゃさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。パチ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 、やばい、6分だ。ありがとうございました。たかしが一番目がバキ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 で頑張ります。行ってきます。結構ダッシュかも。待って、寝坊しただったこんにちは、疲れてた、疲れてますよね。全然、じゃんけんだけやりましょう。ユニコーンじゃんけん、じゃんけんポン。
早かったじゃんけん間に合って。あ、ポーズを縮小したい。グーをロック、早出し起きた、ごめん。イエイ、じゃあ起き、あ、席付きしか、席付き、あ、もうありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ではダッシュで行ってきます。ダッシュしてきます。ありがとうございました。ちょっと見せて、どっちが勝つかな。いや、負けそうだな。ありがとうございました。またね、ありがとうございます。バイバイ。